古代ポテト。懐かしいね、あの頃思い出すよ。チャチャポテト。すぐ抹茶、美味しいです。秩父空を見上げ、いつでもこの街を思うよ。素直になれるよ、ふるさと秩父。こちら創業昭和12年の秩父庵玉木屋さんになります。第2回目で紹介した秩父神社から万馬通りを 1,2 分歩いたところにあります。改めてこちら玉木屋さんのプリンになります。全部で9種類、買いに行くための人に僕が一つずつ食べてちょっと紹介していきたいと思います。もうプリンも大好物なんで楽しみです。やっていきましょう。じゃあまず1個目からどれにしますかね。ちょっとじゃあこれ気になったんで和三盆糖のプリンから行ってみたいと思います。これ和三盆糖ってよく和菓子に使われてる和三盆の、そう和三盆って砂糖あるもんね。そのままのプリンってことか、美味しい。バニラビーンズちょっと強めな感じがしますね。なんか和三盆糖がちょっと多いのかなと思ってイメージしたんですけど、クリーミーさがある感じがちょっとしますね。美味しいです。じゃあ続きまして、ほうじ茶。お茶の中でも僕はほうじ茶好きなんですよ。いただきます。すごいほうじ茶の香り、すごい茶葉の香りすごいします。さっきの和三盆糖のプリンにほうじ茶のお茶の香りが足されたっていう感じの味だと思います。とっても美味しいです。はい、じゃあ続きましてチョコレート行ってみたいと思います。チョコレートは普通に好きよ。おー、美味しい。チョコレートケーキ付き大好きなやつ。コクもあり、まろやかさもありのチョコレートケーキ風なプリンな感じですね。うまい、うまい。続きまして、ちょっと甘いってこう続いてるんで、味噌、これいってみたいと思います。味噌プリンっすよ。味噌プリンって食べたことあります？ない。ないでしょ。なんか色は味噌って言われにはそんなすごい茶色とかじゃないですね。いただきます。後からちょっと味噌感出てきます。おお、なるほどなるほど。最初食べた時は普通のプリンじゃんって思ったんですけど、後半に味噌の味が、風味がしてきますね。美味しいです。ちなみにこの味噌プリンの味噌は秩父味噌を使ってます。大好きなやつですね。続きまして、この秩父錦の甘酒プリン。甘酒が僕大好きなんですよ。甘酒、うまい。甘酒プリンだ。これ結構しっかり甘酒の味がします。風味とか後からじゃなくて、食べた瞬間にもう甘酒感満載ですね。とっても美味しいですよこれ。甘酒が好きな人は絶対大好きだと思います。食べてみてください。さあ行ってみましょう。
続きましては抹茶いきたいと思います。抹茶です。この抹茶はこれカラメルソースがついてきます。先にこれだけで食べてみましょう。この上に乗っかってる小豆が結構甘くて抹茶がちょっと苦味があるんで、これ両方一緒に食べたら味が調和するっていうことなんじゃないですか。これ美味しい。これは美味しい。カラメルソース入れてみたいと思います。見えますか？入れてます。おお、変わった。カラメルソースが俺すごい甘ったるいのかなと思ったんですけど、そうでもない。このカラメルソースがなんか焦がしカラメルというか、なんか香ばしさが足されますね。甘ったるくないというか、これ入れる意味が分かりました。これは入れた方がいい。そのまま食べて、で途中で入れるとかいいかもしれないです。おすすめです。続いてはこれを選びたいと思います。チーズプリン。このチーズは秩父山並チーズ工房のフロマージュブランを使用しているそうです。僕食べる前にちょっと予想したのがチーズケーキな感じなのかなって思ったんですけど、チーズ感は後からほんのりくるぐらいで、あくまでプリンを守ってるっていう感じがします。なので癖がそんなに強くないと思います。美味しいです。食べやすいと思います。これ続きましてこちら塩。ネットの口コミでは一番人気だったんですよ。なのでちょっと楽しみです。おお、美味しい。食べやすい。いい感じにプリンの甘さと塩分がすごい加わってるんで、ちょっとさっぱりしてる感じになってるんですかね。一番っていう感じが分かります。とっても食べやすいです。うん。じゃあラスト、秩父メイプルプリン。前の通り秩父のメイプルを使用しているそうです。一番僕らが普段食べてるプリンに近い気がします。うん、食べ慣れてるプリン、美味しいです。はい、スタッフみんなで食べました。いかがでしたでしょうか。これからも秩父の美味しいもの、気になったものを食べ比べていきたいと思います。視聴者の皆さん、お店の方々からのリクエストもお待ちしてるんで、どんどん秩父のグルメを広げていきましょう。じゃあ次回も頑張って、またね。